中川先生の優しいビジネス研究。実は2020年コロナの時代になってから競輪競馬競艇といったような公営競技と俗に言われるものが大盛況なんですよね。これまで非常にこう自利品状態でこれ続けていくの厳しいかなという状況にあったものが一気に業績を回復してこれでしばらく続けられそうだということでこう地方競馬とか盛り上がっているんですけれども、実はここから私たちはこれから先の未来のビジネスのキーワードになるアフターデジタルとは何かということを学ぶことができます。このアフターデジタルというキーワード、皆さんもどこぞでいろんなところで見かけたことがあるんじゃないかと思いますけど、どういう意味なんだろうか、何が言いたいんだろうか、あまりその中身は知られていないんじゃないかと思いますから、この動画ではアフターデジタルとは何かというところを解説したいと思います。そう、皆さんここで考えてもらいたいのはこれなんです。このコロナ禍にあって公営競技が大変好調だということなんですけれども、先日報道されたので言いますと、奈良競輪、奈良でやってる競輪と言いますと、いかにもこうちょっと恐縮な言い方ですけど、地方でやっている競輪でちょっと寂れてんのかなという感じがあるんですけれども、なんと売上高が 40% 増というところで今大変活況呈しております。これだけじゃないんです。尼崎競艇、まあ、ちょっと関西のお話が続いてしまうんですけれども、こちらのボートレースはなんと年間売上は 30% 増。それから北海道の万栄競馬、あの巨大の馬がですね必死に重い荷物をずりながら進んでゴールを目指すという万栄競馬、とても魅力的な競馬なんですけども、なんとこれに至っては 60% 増ということで、これはあくまで氷山の一角、日本中の様々な公営競技が大変今売り上げ好調にあるんです。ここで皆さんに考えてもらいたいんです。なぜ公営競技はこのコロナ期の時代にあって売り上げを伸ばすことができたのか、皆さんその理由を考えてみてください。まあ、答えはいろいろあっていいんです。こういうところからビジネスケースとしていろんなアイデアを出していくっていうのが実はビジネス力を高める上では大切なんですけども、いろんな答えあると思います。巣ごもり需要にはまったんだ、家で過ごしていて血をたぎらせる経験が足りなくなっていたからこう燃え上がることができるのが嬉しいんだ、みんなスポーツに飢えていたんだ、いろんな理由があると思います。他にもそうですね、例えばサッカーとか野球みたいな大人数競技だとどうしても人の接触とか人のチームが必要になるけれども、公営競技は基本的に一人でやるものなので接触も少ない、なので開催できてるからだ、いろんな理由があってそこからいろんなビジネスのヒントを得られると思うんですけれども、ここで注目したいのはこんなところです。オンラインで全て楽しめるようなオンライン化のインフラを整えていたからだというところなんです。まあ俗にデジタルトランスフォーメーション DX なんて言い方をしますけれども、これなんですね。当たり前すぎて気がつかないポイントなんですけれども、公営競技というのはまあその分の資金がある意味では潤沢だったということもありまして、この数年間をかけて全てオンラインで楽しめるようにありようを変質させていたからなんです。こちら奈良競輪さんの例ですけど、奈良競輪さんのサイトから取ってきていますが、パッとトップページに行きますとこんな感じでこうカラフルな感じで気持ちを盛り上げてくれるようなサイトからスタートしまして、 YouTube チャンネルで全ての競技がライブ放送され、過去のレースも全て記録が残っているんですね。でもちろんインターネットで車券を買うこともできますし、インターネット上にさまざまな情報が整っていまして、選手の情報とか過去のレースの記録とかそういったものを全部インターネットで閲覧することができます。さらには Facebook や Twitter という形で SNS でも積極的に発信したりレース結果を見たりすることができますから、ユーザーさんファンとしてはどういうチャンネルを使ってでもこのレース結果を見たりとかレースの展開を見たり聞いたりすることができると、こういう状況を作り出しているわけなんですね。でここで注目すべきは、実は全てのありとあらゆる公営競技が業績を回復できているわけではないというところなんです。リアル開催、リアル集客を前提として会場にお客さんが集まって会場のお客さんはわーっと盛り上がってでやるんですという、これを前提とした競技は休止を余儀なくされている。会場にはお客さんがいなくてもレースにも影響しないし、それでインターネット配信してインターネットで売り上げが上がればいいんだという形に DX を
果たしているところだけが売上を大きく改善することができているわけです。ですからポイントはこういうことになります。リアルが主、リアルがないと成り立たない。でネットはそのリアルがあってのプラスのチャンネルなんだ、このリアルが主、ネットが副という関係だとコロナは大変重大な脅威になってしまいます。事業の根幹が脅かされる。しかしネットが主、全部が全部インターネットでできるようになっていて、そのワンパーツとして競技自体はリアルにやってるんですよ。リアルはあくまで副のもので、ビジネスのメインがインターネット上で完結するようになってんです。こちらにしてあるならば、コロナというのは大変大きなビジネスチャンスにできてるわけです。この一時によってコロナというものが脅威になるのか機会になるのかがひっくり返るという状況が起こってるわけなんです。じゃあです、ここで気をつけるべきなのは、じゃあこれはコロナの時だけの限定的な出来事なのかといえばそうではないんだということですね。実はこの DX の重要性というのはもうそれは産業界では10年ぐらい前から言われ続けていまして、デジタル化によってなくなる仕事、こんなものが実はもうずっと大学とか民間でいろいろ研究されているんですけども、こちらはオックスフォード大学の研究成果に基づいて、さらにそれをダイヤモンドさんが日本版に修正して推計をした結果なんですけども、デジタル化でなくなる仕事、まあダイヤモンドさんのウェブサイトにはもう50個ぐらいバーッと並んでいるんですが、ここではまあトップ10ぐらいを紹介させてもらいたいと思います。これがトップ10なんです。小売店の販売員、まあ、実際今アパレルさんの店員減ってますよね。アパレルの店員っていらなくなってきている。会計士さん、まあ これは本当に会計士業界激震なんですけれども、実は今までやっていた業務の大半の部分が自動化できてしまうということで、これも数年前から会計士業界では激震が起こっていること。それから一般事務員、やっぱこの経理業務とか人事業務みたいなのもどん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 自動化できている。セールスマン、営業パーソンというものももうこの e コマースの時代になっていって、 e コマースが販売ができるようになったらいらなくなっていく。まあちょっと後省略しますが、ご覧の通りでして、まあ共通しているものは分かりますよね。自動化ができる、オンライン上でできてしまう、そういうものっていうのはどん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 そっちに流れていくから、リアルでやっていたそういう仕事はなくなっていくというのが大きな流れなんです。ここで注目すべきはどこかというと、赤で書いた部分なんですよ。このダイヤモンドの記事が出たのはなんと今からもう6年前の話、2015年なんです。コロナなんて起こる前から、その随分前からデジタル化になってこういった仕事はなくなっていくんだということが言われ続けていて、そしてこのコロナ2020年に入ってからその流れが一気に加速しているというのが現実なんです。コロナで社会が変わったのではなくて加速をしているんです、変化が。では DX って何なのかっていう話です。ここで DX ということについて多くの人が誤解されている、ビジネスパーソンでも誤解されている重要なポイントをチェックしておきますと、第一にはこれです。 DX の本質は効率化ではないんだと。 DX というと要するに会社に機関業務システムを入れて、その上で人事や経理を自動化する、そういう仕事でしょ。そんな風に思われることがあると思うんですけども、まあ、実際その側面はあるんです。会社の中にシステムがズボッと入って、そのシステム上で自動化されるから、それをやっていた人がいらんくなってしまうと。DX というのはですから、省人化、人のコストを省くための効率化だという風なものの見方があるんですけども、これは DX の本質ではないです。そういう側面もあるけれども、これが本質ではない。そして DX をめぐるもう一つの誤解は、 DX はリアルを代替するものだと考えられているということ。リアルのビジネスでやっていたことがデジタルに置き換わっていくんでしょ。今までリアルでやっていたことがデジタルの世界、オンラインの世界に切り替わっていくのだ、というようなリアルを代替するもの、代わりになるものという考え方がある。これも違うんです。ここでぜひ皆さんに考えてもらいたいんですよ。じゃあ DX って何なのよと、こういうことを皆さんが自分で考えてみることが大切。 DX の本質って何のか、 DX とは何か、この質問に皆さんならどう答えを出すでしょうか。それについて一つの方向性を示した考え方がアフターデジタルなんですね。アフターデジタル、近年出版されて大変反響を呼んだ本のタイトルであって、その本の中で語られている世界観なんですけれども、ビフォーデジタルと
アフターデジタルでは何が変わるのか。アフターデジタルというのは、要するにデジタル化されてしまった後の世界、デジタル化が果たされた後の世界のことをアフターデジタルというわけですけれども、そう、デジタル化ですよ。デジタル化ってどういうことかっていうと、私たちの生活が完全にデジタルの中に収まってしまうことをデジタル化というわけです。今までリアルがメインの時代には、そしてこれまで数十年ずっとそうであったのは、リアルがあります、そしてデジタルの世界もあります。バーチャルの世界とリアルの世界が2つあって、2つがそれぞれに喧嘩をしていたり仲良くなったり、この2つの世界があるという考え方というのが、この90年代、インターネットが発達してきてから2020年の今ぐらいまでがずっとこの2つの世界があるという考え方ですね。実際私たちが使う用語はリアルとバーチャルの区別があります。ネット民なんて言い方しますよね。ネット上で炎上するとか、ネットのやつらはみたいな言い方で、リアルの方で仕事をしていた人たちはネットを敵視したりする。一方でネットの方で暮らしている人たちは、いや、リアルのやつらは分かってないということで、リアルとネット、リアルとデジタルが分かれているという考え方で、ですからビジネスをやっていても、基本このアイデア、基本この思想方法のもとに、リアルでやっているビジネスと、あとせっかくだから e コマースのチャンネルも作ろうかという形で、2つを対峙させる、2つを併存させるようなイメージだったのが、ビフォーデジタルの考え方。デジタル化が果たされていないから、リアルとデジタルという2つの空間が存在していると、こういうふうに私たちは感じていた。しかし今日、デジタルネイティブと呼ばれる世代が育ってくる中で、どういうふうになっているかというと、デジタルが私たちの基盤インフラ、デジタルこそが世界のメインになってくると。これがアフターデジタルなんです。デジタル化が果たされた後というのは、すべての物語はデジタルの中で完結する。実際そうなってきてますよね。子供たちを見ていれば、 YouTube とかタブレットで全部見て、ゲームも全部そこでやって、学習も全部そこでやり、情報も全部そこで手に入れる。じゃあ子供たちだけかといえば、私たちとってそうですよね。こういうような形で全てのものがデジタルの中で完結する。リアルというものがデジタルの世界の中に組み込まれているという状況になっているわけです。これを体現しているのがまさに公営競技なんですよね。もう全部がデジタルでできるようになっている中で、そのパーツの一部、構成要素の一部として、競技自体はリアルでやってるんだけどね、ということで、まさにアフターデジタルを果たした姿というものを、私たちは公営競技、競輪、競馬、競艇、そういったものに見ることができるわけです。かくして、アフターデジタル、そしてそれを推進するデジタルトランスフォーメーション DX というものは、単なるコロナ期の流行り言葉、今の流行り言葉ではなくて、実は大きなこの時代の変革を捉まえている大変重要なキーワードです。ビジネス上の話だけじゃなくて、私たちの生活空間、生活環境のあり方もが、リアルが主からデジタル、バーチャルが主に移っているということを意味しているわけなんです。そんな帯同が実は2020年には公営競技をはじめ多くのところで見られたということですね。そんなわけで、これからの時代を読み解くキーワード、ビジネスをやっていく上でのキーワードといたしまして、 DX、 ただの流行り言葉だとは思わないようにしておきましょう。この動画が役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。またぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。